Hello everyone, welcome back to another episode of Persona 5 Scramble, and we are continuing our exploration. I did do some leveling off screen, but we'll see if that's enough to not get destroyed immediately when I'm in this gym. So yeah, let's end this screen. Still have some truths to get here. Probably more heaters. That's not the best place for you to dump me, is it? わが輩が推理するに渋谷でも仙台でも牢獄島の上のコアが先へ進む鍵になってた。ここも同じだとすれば、さっきのコアが氷壁を溶かす鍵だったんじゃないか。なるほど、ありえるな。さっぱり意味わかんねえけどな。ここは異世界、そういうものだとして進むしかないわ。 王城へ乗り込むにはもっと氷壁を溶かさないと。じゃあやること決まったね。残りのコアを探しに出発進行。行きましょうか。 Can't really go anywhere else. We kind of have to go this way. ナイスツインギャラソフィー決まったな。どうだ、俺がとどめ。
nice. Hurt to back up and come back in. Cause why not? I unlocked the checkpoint. Just means really long loading screen and that's it. One of the few downsides of having the Switch version of this and not PS4. Load up a request. Okay, so I probably should check out those requests.
のか？オーケーが、これをやるのか？お仕事だな。この依頼を受けるのか？オーケー、内容を確認するのか？よし、行こっか。Where I need to be. ついたぞ。今回の目的は何だ？宝箱ね。開けてみるね。これはいいな。お、なんかあるぞ。ここからなら降りられそうだが、シャドウが邪魔だな。そうじゃなくても危険ね。斜面は急だし、雪も積もってるし。なあ、そこにあるのスノボじゃね？あれで一気に滑り降りるとかどうよ。What?I mean, it's a... Cool. 新しい力に目覚めたみたい。こんなものか。シャドウの姿は見えない。ガルゲ！さて、やるぞ。頼んだわよ。護衛はまた。よし、仕掛けるぞ。みんな、守ってくれない？ヘルストラー！モスマン、セタンタ、スライム、エリゴール、リリム、アルセール、ベイク。いただき。うまいぞ！スキルヒットだ！その調子！戦力は同等。普通にやれば勝てる相手だ。やるで。やる。終わりだ。やる。そこか。行こう。Probably okay. Let's go back. Yes, yes, yes. I know you're under attack. Ha! Ha!凍結してる。めまい状態の敵がいるな。今のうちに追い込んでしまえ。かけろ、ヨハンナ。弱さしない。隠した相手だな。油断しなければ楽勝なはずだぞ。もう一人任せんわい。このくらい。
Everybody kind of is.
よし、コアゲット。って、なんで花？そういえば、赤レンガ庁舎で花を枯らした職員の人に怒ってたよね。もしかして、マリさんが言ってたことに関係あるのかな？札幌を美しい街にって。熱意はわかるが、職員を犠牲にして成し遂げることではない。うん、私もそう思う。とにかくコアは手に入ったわ。一度大通公園に戻りましょう。Go ahead and get that passport. Well, we'll see. Look! The 氷壁 is gone. It's just as expected. Yeah, that's the problem. I kind of figured that would happen. You! You took the things from the Roman Tower and returned them right now! If you know this thing from King, what will you be doing? What will you be doing?ちょっと気の毒だけど、こっちも引けないんだっての。レッツショータイム。シューター、やっちゃえ。セタンタ、スライム、エリゴール、リリム、アルセール、ゼリス。この手で行く。招待。ヒュン。くらえ。さすがジョーカー。華麗だな。見事だ、ジョーカー。俺も見習おう。続くは最適化ウォール。さすがで決めた。うまくいったね。すさまじいな。よっ、エリ、ご覧あそばに追撃するぞ。オーケー、まだ追撃だ。ソフィー、まだまだいけるぞ。そこか、パワーチャージ。くえ、頼んだ。わかりました。え、おお、ノアール、ナイスだ。え、うまくいったな。ノアール、その調子だ。ペルソナ、惑わせ。これがとどめ。すごい、いいですね。Honestly, that went fairly well. お、気になるものがあるな。見ろ、氷壁が消えてるぞ。これで次の牢獄島へ進めるね。行きましょう。Some of our characters are a little low. But, I think we'll be fine. I think.
塔はあそこだけど。大通り公園と同じ氷だ。このままだと通れないけどよ。コアはこれ越えた先だろ。どうすんだい。あそこはどうだ。登れば上から入れるかもしれん。ナイスお稲荷。何か気になるものがあるね。So we'll recoup our SP and HP.探してきたぞ。今はこれを受けてるぞ。やったな。内容を確認するのか。Oh, that's in the Sendai guild. Whoops. これをやるのか。OK。この依頼を受ける。OK。頑張ろうな。Yeah, we'll pick the other Sendai request later.やるか。 Alright, let's finish off and get that final core for this episode. Snowboard our way down. よし、話はこっからだな。どこを目指すんだ。ねえ、ここから滑っていけば一気に行けそうじゃない。グッドアイディア。冴えてるな、パンサー。スノボで爽快に活路を開くか。新たな着想にもつながりそうだ。ちょっと楽しんでない。Of course he does.やはりここから入れそうだな。しゃあ。Yes. What a stupid thing.Okay, go time. 正体を見せろ。一体どこから。敵は動揺してるぞ。一気に傾けろ。倒れろ。うまいぞ、ジョーカー。ナイスだ。頼りにしてるね。行くぞ。
時空が隠れて通信だ。今だ。敵はまだまだ来るぞ。力を温存しておけ。セタンタ、食らえ。今だ。やヘルソナ奪え。この敵は隔熱属性が弱点みたい。そう、いただいていく。弱点に引っ込む。グッジョブだ、ジョーカー。来い、食らえ。ジョーカーの追撃がヒット。無駄だ。さすがジョーカー、紙一重だ。スライム、セタンタ、いただいていく。あれ、使っていいか。オーケー、やってみる。敵の攻撃が来る。みんな、備えて。はっはっ。ソフィー、うまいぞ。そのちょ、終わりが近いな。片付けてしまおう。うまくいっただ。余裕の相手だ。パパッと片付けろ。はっ、こっちこっちだ。やっはっNicely done. Let's get that last one, Joe. It was at least the last one. Done it. Here, core. Get this one. This is the third core. Acquired. This badge? This is the Sapporo Chuuoshi Mayor's Letter.わかりやすい力の象徴だわ。任せた。行くね。そのシャドウ。Oh God。そうだよね。ジョーカーの新技か。めでたい。あ、見て、氷壁が消えたよ。これで先に進めるね。
力ずくで行くわ。うん、行こう。あー、攻撃。よっと、敵が減ってきた。このままやっつけてしまおう。やっ。あっという間だったな。この調子でゴーだ。よっ。 Oh, I can't do that. Well, before we go into that, save. キングに叱られるのは俺たちなんだぞ。これ以上勝手はさせん。好き勝手してんのはお前らのキングだろ。まとめてぶっ飛ばしてやるよ。ペルソナドラーラスマス弱点にヒット。今のよかったぜ。クイーンの追撃が炸裂。これだけじゃない。オーケー、こんな感じか。ぶっ飛ばせ。やっよっ。スライム、エリゴール、リリム、エリゴール。喰らえ。追撃が弱点だ。オーケー。強敵だから気をつけろ。クイーン、気力が少なくなってる。気をつけて。やるぞ。最適解だ。チェンジだな。ああ。ペルソナ、奪え。ジョーカーのスキルがヒット。いつもすごいね。私にやらせて。ペルソナ。頑張るね。はっ、やー。こいつすごい。物理も効かないし。反則だろ。オーケー。ナイス追撃だ、ソフィー。まだまだいけるぞ。任せた。やってみる。はっ、キャッカー。クイーンがダウンだ。バイバイするから。よろしくね。任せろ。来い。喰らえ。ナイスジョーカー。射撃ヒット。いい動きだったわ。はっ。私にやらせて。うん。頑張るね。強敵だな。気合い入れていけ。ペルソナ。キラキ。終わりだ。覚悟はいいですか。これまでです。よし、これで。んじゃ、この勢いで突入すっか。そうだな、ここは一気に。
さん、ごきげんよう。この声、マリさん。白く美しい札幌、その実現のために励んでいますか。いつもの大掃除の時間です。職員は率先して働きましょう。手を抜くことは許しません。塵一つ残さず、美しく清らかに、札幌を真っ白で美しい街に。ん？何か来るぞ、隠れろ。なんだこれ。すんげえ大群、大地の怒りか。なんという絵だ。大掃除の時間とか言ってたな。定期的に警戒度を上げてるのか。とにかくこれじゃ突入するのは無理だ。一度現実に戻って様子を見ようぜ。ヒーホー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 。なんか映ってるし。もうバカなことしてないで帰るわよ。ヒーホー。 That got me pawn points. Oh boy.That's going to be the title of this episode. I was going to name it something else, but I'm pretty sure, I don't think I can not title it. Hee-ho. やっと先に行けると思ったのに、あんなん反則だろ。怒りじゃー！大地の怒りじゃー！掃除の時間だと言っていたからな。おそらくは一時的なものだろう。とりあえず仕切り直した。明日に備えて今日は休もうぜ。よし、じゃあ今日は風呂でも入って。まったく、何度も言っていいでしょう。ちょ、あれって兵藤マリコ。あなたたち職員がたるんでいるから市民も安心して暮らせないのだと。申し訳何、体調不良なんて言い訳にならないわよ。さあ早く仕事に取り掛かって、市民の期待を裏切らないでちょうだい。いいわね、遅れた分は寝ずに働いて取り返してもらうわよ。すみません。あの職員大丈夫なのか。見るからにフラフラだぞ。あれで働けってのかよ。あなたたちは。マリさん、どうしてこんなひどいこと。ひどい？あ、違うのよハルちゃん、これはこの町に必要なことなの。私も心を鬼にして言っているのよ。この1ヶ月間、市の職員が町を掃除する清掃キャンペーンをやっているの。職員の規律意識を高め、町の治安を良くするためにね。そんな大事な職務なのに、この子は
あろうことか遅刻してきた。市民に顔向けできないわ。たるんでいる証拠よ。清掃キャンペーンだと？さっきのお掃除非法大行進、まさかこれのことか。私が少年を叩き直してあげる。さあ早く職務に就くのよ。でもこんなに体調が悪そうで。いい、ハルちゃん、今の札幌中央市役所は使えないクズばかりなの。私がこうして一人ずつ更生させないと、どんな悪事を働くかわからないわ。市長である私を裏切ってね。なの、あんたが決めつけてるだけじゃねえのかよ。彼はまず病院へ連れて行くべきだ。私が保護します。こっちへ。すみません。ちょっと何を勝手に。もうやめてください、マリさん。ハルちゃん、今のマリさんは私の知っているマリさんとあまりにも違う。誰にでも分け隔てなく優しかったあのマリさんはどこへ行ってしまったんですか。マリさんの周囲はいつも笑顔があふれていた。誰も、私にとってマリさんはお日様のような誰よりも温かい人でした。それがどうしてそんな風に、どうして凍ってしまったんですか。ハル、私は立ち止まるわけにはいかないの。あの子のためにも。ごめんなさい、失礼するわ。マリさん。オーナーハル、あいつはジェイルのキング、我が輩たちのターゲットだ。ジェイルで改心させるしかない。放っておけないのはわかるよ。でも今はこの人を病院に連れて行こう。うん、そうだね。病院は調べといた。急ごう。なんてやつだよ、絶対許せねえ。病人相手にあんな真似。リュウジ、終わり。でも私たちと話してる時はいい人なのに、職員さんにはあんなに厳しいなんて。わからない、何がマリさんをあそこまでさせているのか。あんな人じゃなかった。誰にでも優しい素敵な人だった。それがどうして。そうだね、今考えても仕方ないよね。先に進めばおそらく事情も明らかになる。それまでは立ち止まらないことだ。思わぬ邪魔が入ったが、王城へと続く道は確保してある。明日は王城に突入して兵道のいる鳥籠を目指すぞ。おはよう。Speaking of which, that's a whole bunch of stuff we'll cover in the next episode. So until then, thank you very much for watching. And I will see you in the next episode.